どうもこんにちは、お日様とめの管理人です。今回はお日様ならぜひとも活用したい日向坂のまとめサイトを自称まとめサイトの管理人が紹介する動画だ。では行こう。まずは日向坂46まとめモリーさんだ。管理人が思うこのサイトの魅力は何より投稿記事数の多さにあると感じている。特に話題を取り上げるスピードも速く、ライブ直後のセットリストの情報や現地の様子などもまとめてくれててとても助かっています。また細かいネタや掲示板でのお日様の話題を手広く取り扱ってくれていることから、お日様初心者からコアお日様まで楽しめるサイトとなっているぞ。続いては日向坂46まとめ速報さんだ。お日様なら一度は見たことはあるのではないだろうか。日向坂まとめサイト界隈で多分一番大手のサイトだ。だから何よりコメント欄の賑わいがすごい。お日様とめとかいうオワコンサイトはコメントがつくことなどほぼないのだが、まとめ速報さんは一つの記事に対して何十ものコメントがついているため、いろんなお日様の意見が見られて見ていてとっても楽しいぞ。それとすごく細かい話にはなるのだが、記事ごとの最後にメンバーの出演情報が細かく記載されていて、管理人はそれのおかげで出演番組を逃さず録画できているぞ。いつもありがとうございますが、続いては日向坂46まとめキングダムさんだ。このサイトはデザインが洗練されている点もさることながら、先に紹介した2つのまとめサイトとは違い、メンバーの出演媒体を中心にまとめてくれている印象がある。そのため販売される雑誌の情報、出演する番組の情報、インタビューのウェブサイトなど、まとめキングダムさんを見ているとそれらの情報が手早く手に入るためとてもおすすめだ。最後はお日様とめだ。何自分のサイト宣伝してんだ。そりゃするだろう、だって一応管理人なんだもん。お日様とめ聞いたことないなぁ。て厳しすぎるがもっともないけんだ。あのサイト全然更新されてなくて草。YouTube の動画編集ばっかりでサボっているのがバレているようだ。あのサイトってもうオワコン化してね。ただのオタクが見切り発車で始めるには荷が重すぎたようだ。オワコン化回避のために YouTube に参入したの笑う。弱小サイトが生き残るためにはこれしかなかったようだ。まあでも1ヶ月足らずで登録者170は結構すごいんじゃね。神様が現れたようだ。ということで、今回は以上だ。今後も一時は YouTube 投稿がメインになりそうだ。お日様とめでは管理人ブログやお日様としての活動日記なども不定期で投稿しているぞ。概要欄に貼ってあるので思い出した時に見に来てくれたら嬉しいぜ。ではまた。